京都ハンナリーズ、京都ハンナリーズ、京都ハンナリーズは、京都府を本拠地として、B リーグに所属している、プロバスケットボールチームである。運営母体は、スポーツコミュニケーション、京都株式会社。京都府内のプロスポーツチームとしては、京都参賀会 C についでにチーム名。チーム名、ハンナリーズ、ハネリーズ、とは、上品で明るく華やかな様を表しており、 まさに日本の都と言われた歴史ある京都にふさわしい言葉として命名された。2008年9月、京都チームの BJ リーグ参戦決定が発表される。11月17日、チーム名、京都ハンナリーズが発表される。続いて、チームロゴの一般公募が開始され、4月10日に参ニュースローガンと合わせて発表される。初代ヘッドコーチには、デイビッド・ベンワー。 アシスタントコーチに、青野和人を招聘する。エクスパンションドラフトでは、岩佐淳と、拓朱直人を、新人ドラフトでは共に、JBL より、瀬戸山京介と、河辺大蔵を獲得。他に、早川大使、村上忠を獲得。外国人では、マクムード、アブドゥルイコールラウーフ、ジョッシュボスティック、ジョン・クリフォード、レダラリーミと契約する。開幕戦は、 滋賀レイクスターズとの刑事ダービー。イベントには、京都府出身でバスケットボール経験者のタレント、安田美佐子が来場した。開幕2戦目で初勝利を挙げるが、その後は回を低迷。シーズン途中で浅野隆を加え、早川大使を解雇して5人目の外国人 JR インマンを獲得する。2010年2月、放送作家、脚本家の小山くんが、 広報企画アドバイザーに就任。4月2日、ベンは HC が休養し、青野 AC が HC 代行として残り試合の指揮を取ることとなる。最終順位は西地区7チーム中6位。新 HC には前シーズンから代行として指揮を取っていた青野和人が就任。タクシナオと岩佐淳、浅野隆インマン、ボスティック、クリフォード、ラリーミが対談し、 中村直人、井上祐介、レジー・ウォーレン、マイケル・フェイ、キブエ・エトリム、前年のレギュラーシーズンに MVP のウェンデル・ホワイトが加入。ホーム開幕戦で沖縄に連勝したが、直後に5連敗を喫した。ウォーレンやフェイの故障による戦線離脱もあったが、エースのホワイトが1月16日のシガ戦、向こう市において、チーム史上初のトリプルダブル、29得点15、 リバウンド13アシスト、自身は BJ リーグで2回目を記録するなどしてチームを牽引し、前半戦を勝率5割で折り返した。2010年末に練習生の川畑隼人と選手契約。後半戦は一勝1敗を繰り返し思うように貯金を詰めなかったが、3月2号連勝を記録し、勢いをつけた。3月11日に、 東日本大震災の影響で中止があり、ホワイトが退団。入れ替わりに活動休止となった、仙台の草加光と埼玉のゴードンクライバーを、レンタル遺跡で受け入れた。一時は、西地区4位の時もあったが、最終的には、西地区5位となり、チーム史上初のプレイオフファーストステージの出場が、決まった。プレイオフファーストステージは、滋賀県立体育館で、 シガレックスターズとの刑事ダービーとなり、第1戦に勝利したが、第2戦、第3戦を連敗し敗退した。青野和と HC が対談し、新 HC には前、仙台十9アーシックの浜口園が3年契約で、就任。川畑隼人と外国人全員が対談。石橋春之と NBA 経験者を含む4名の外国人、リック・リカート及びリーク・マードが新加入。 共に 211cm のオーレットとリカートのツインタワーを軸としたバスケを展開し、11月10日の大分ヒートデビルズ戦から12月25日の秋田ノーザンハピネッツ戦まで12連勝を挙げ、西地区最多連勝記録を更新した。12月に5人目の外国人として 211cm のババカカマラを加えた。点三月は一勝一敗を繰り返したが、 最後10試合を8勝2敗として西地区3位となりプレーオフに進出。ホームで初開催となったプレーオフファーストステージはハンナリーズアリーナでシマネスサのマジックとの対戦し1勝1敗となった後の第3戦に勝利してカンファレンスセミファイナル進出決めた。アウェー・スミヨシスポーツセンターで大阪エベッサと対戦したカンファレンスセミファイナルも 第3戦までもつれ、結果は、クマードの決勝 3P シュートが決まり、有明コロシアムで開催されるファイナルズへの初出場が決定。ファイナルズでは、ウエスタイカンファレンスファイナルの浜松、東三河フェニックス戦、3位決定戦の横浜 B、コルセアーズ戦ともに敗れて、勝利を挙げることはできなかったが、過去最高の最終順位4位でシーズンを終えた。石橋春雪。 中村直と、川辺大蔵、井上祐介と、オーレット、リカート、熊ード、カマラが対談し、関畜隼人、岡田優、片岡大春、北村豪樹、稲垣亮、デイビッド・パルマー、全琉球ゴールデン・キングス、ジーノ・ポマーレトが新加入。シーズン開幕から8連敗を喫するスタートとなったが、直後に8位連勝して盛り返す。5位になり、 プレーオフのホーム開再建は得られなかったが、4位、シガトのファーストラウンドを2連勝で突破して、カファレンスセミファイナルに進出。1位の琉球ゴールデンキングスと対戦した、カンファレンスセミファイナルでは1勝1敗で迎えた第3戦を19から 14? で制して2シーズン連続でのファイナルズ進出が決定。ウエスタイカンファレンスファイナルで、ライジング福岡に大敗した後、3位決定戦で、 新潟アルビレックス BB に勝利して、シーズンを終えた。片岡大春、稲垣亮、ボマーレ、クザン、ボイエットが対談し、共に前仙台の小モ拓也と、草加光、前全大阪の渡タまどか、全新潟のクリス・ホルム、全千葉のジョー・ワーナー、元 NBA ワシントン・ウィザーズ、プエルトリコ代表のエドウィン・ユービレスが加入した。開幕からの連勝のスタート。 直後に4連敗を喫したがその後は安定した戦いぶりで勝利数は2011から12シーズンに並ぶ34勝。順位は過去最高のウエスト2位でプレイオフに進出。プレイオフカンファレンスセミファイナルではウエスト3位のシュガを破り3シーズン連続でのファイナルズ出場が決定した。ウエスト対カンファレンスファイナルで琉球に3位決定戦で 富山に敗れ総合4位で終了。岡田優、関畜隼人、北村幸樹、フォルム、ワーナー、ユービレスが対談し、内海慎吾、レジー・ウォーレン、ライアン・ホーハン・ケリー、ケビン・コッツァーが新入団。序盤より、琉球、浜松と、主位争いを演じる。連敗は、最大でも2にとどめ、最終的に、レギュラーシーズン歴代最高の44勝を挙げ、 ウエスタンに1位でプレーオフに進出。ファーストラウンドでは8位の高松を破ったが、セミファイナルで4位の滋賀に敗れて、4シーズンぶりにファイナルズ進出を逃した。マスダユースケ、ワタヌキマドカ、ウォーレン、ホーハン・ケリーが対談し、ヤブーチ・コウキ、徳永・凛太郎、佐藤・拓也、ラリー・オーエンスが加入。12月1週目の試合を最後に、パルマーが引退し、 短期契約で12月2週目のみ、トラビス・デロチョウスキーが所属。翌3週目の試合を前に故障で、オーウェンスが対談し、モーゼス・エハンベとタイレン・ジョンソンの2名加入。今シーズンもレギュラーシーズンは、ウエスタン首位で、プレーオフに進出。ファーストラウンドはウエスタン8位の福岡に、セミファイナルでは、同5位のシガにホームで、それぞれに連勝し、 2シーズンぶりに有明コロシアムでのファイナルズ進出が決定した。しかし、ウエスタイカンファレンスファイナルの琉球戦に56の87で大敗し、4度目のファイナルズ出場でもカンファレンスファイナルを突破することができなかった。翌日の3位決定戦の秋田戦も74の122で大敗した。BJ リーグと NBL が統合して発足した新リーグ。 B リーグで京都は一部西地区所属となる。地元京都出身の川島隼人、日立や、元日本代表の岡田雄介、千葉を獲得した。開幕当初から苦戦を強いられたが、2016年12月からのインターカンファレンス戦においては、実業団を母体とする強豪のアルバルク東京や、サンロッカーズ渋谷、さらに B リーグ初代チャンピオンとなるとちブレックスから、 白星を取るなど、ほぼ互角な戦いを見せる。結果的に西地区に争いは、大混戦となった。しかし、シーズン終盤戦は息切れし、25勝35敗の5位に終わった。シーズン終了後は、草加光、矢部内光貴の現役引退を発表した。チームキャプテンを務めた、佐藤拓也、横浜、小島本木、A 東京、川島隼人、3園。 村上忠、三河、またアシスタントコーチを務めた、ジェイミー・アンドリセビッチ、広島ヘッドコーチに収むなどが対談する一方、川崎ブレイブサンダースから日本代表の長吉、夕成と、針山ケビン、仙台十9アーズから片岡大春、4シーズンぶり復帰などを獲得した。2017年7月1日には、新シーズンに向けた発表会にて、 シンメトリーによる安定感と精緻なイメージをデザインした新たなプライマリーロゴ、そしてハメル、SSK とのユニフォームサライヤーの契約締結が発表された。ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。ベスト5。最高フリースロー成功率。内は京都所属年度と所属した NBA チーム。京都ハンナリーズのチアダンスチームは、 ハンナリン。2009から10シーズンベストパフォーマー受賞。参入2年目の2010から11シーズンにより登場。背番号は、ブースター番号である55。参入初年度は、賃貸住宅情報誌、賃貸のマスコット、賃貸側が頻繁に登場していたが、シーズン終了をもって卒業し、その後は不定期で登場する。は、ん、ニャリンと、賃貸側はカラーリングが似ている。 2010から11シーズン開幕前に実施されたウルトラ怪獣ドラフト2010において獲得した初代キングジョーが破壊した六甲防衛センターのモデルが国立京都国際会館であるという因縁がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。